ということで、そうよ、疲れた、ありがとうございました。今日はね、バイラ12月号のカバー撮影だったの。そう、大政彩ちゃんがね、ラストの号ということで、私ね、なんとヘアメイクさせていただいたの。ありがとうございました。いや、本当にこんなね、あの貴重な機会にね、呼んでいただけて本当に光栄でございました。嬉しかったです。 ね、私はね、ちょっとずうずうしい人なので、ちょっと今日はね、大政彩ちゃんにね、皆様からあのコメントをね、あの DM で、あのいただいたんですよ、はい、それをね、ちょっとね、いくつか答えていただこうかなと思って。なんかこういうのなかなかないんです、ね、ちょっとドキドキしてるんですけど。いや、皆さんなかなかないでしょ。あの彩ちゃんがね、はい、フランクにね、なかなかカメラ前でわーって喋るってことないじゃない。ないですね。なんかこれ皆さん、もうね、一生ものの重宝映像になるわよ。ね、お願いします。そう、ということで、私がね、ぐいぐいといろいろ行かせていただこうかなと思っております。お手柔らかに。そうよ。質問リストがここにあるんですけれども、そう、皆様ね、本当にいろいろ DM いただきました。ありがとうございます。そこから、まず一つ目。心に余裕がなくなると仕事ぶりも見た目も全てにおいて自分に自信がなくなります。そんな時のおすすめのメンタルケアの方法があれば教えてください。なんかどういう時に心の余裕がなくなるかにもよると思うんですよ。仕事によってとか、なんか家族だったりだとか友達だったりとか、なんか仕事の時とかは、私は、おっと、ありがとうございます、どんどんこうやっていっちゃうんです、こっちどうぞ。仕事の時は、私はなんか結構自分で解決したいなって思っちゃうタイプなので、なんか一つリラックスしながらお風呂入ったりとか、ピラティスしたりとか体を動かして、じゃあ悩みがあったりとか、あ、なるほどね。じゃあその日のうちにちゃんとケアをしてるっていう。はい、もうなんか次の現場に持ってきたくないので、なるほどなるほど。自分の好きなことを大事にするかもしれないですね。なるほどね。友達とご飯を食べるとか、何が自分が好きかっていうか、何が自分がモチベーションが上がるかっていうのをすごい常に考えてはいるかもしれないですね。ね、じゃあ好きっていう感情に正しく従ってるってことね。そうですね。素晴らしい。いや、これ本当にそうなんですよ。結局ね、やっぱり嫌と思ってることって、結局それがネガティブに自分の心にやっぱりこう反応してきちゃうから、やっぱり好きって思う感情に従った方がいいってことよね。そうですね。だから余裕がない自分もなんかちゃんと愛してあげて、だけどその余裕を作れるように好きなことをする、時間も大事だと思います。だからもしなんかちょっとご飯を抑えてたら、なんかもう今日はいいやってカップラーメン食べるとか、なんか好きなもの食べるみたいな、なんか自分へのご褒美をちゃんと持ってあげてほしいなって思います。なんか試練ばっかり与えるんじゃなくて、なるほど、じゃあアメとムチのバランスがちゃんとできてるってことだ。してると思います。なるほどね。ヒロさんどうですか？いや、私も同じくです。やっぱり自分のね、本能的な心の声には従った方がいいと思っていて、なんか好きとか絶対あると思うんですよ、生きてる中で、その好きをやっぱりどれだけ積み重ねるかっていうことと、好きだけでやっぱりこう自分の周りを固めてあげることですごくハッピーになると思うんですよ。で、それが日常で24時間って無理だと思うので、家に帰った時ぐらい、その時だけは自分の好きだけで生きる。やっぱり世知辛い世の中なの で、外に出て社会に出ると好きだけで生きるって難しいじゃない。そう、辛い、ね、だけどその辛いはもう当たり前としてというかね、それが逆に無知よね、無知で帰ったら甘やかす。そうです ね、だから家にいい空間を作ることもすごい心の余裕ができるかもしれない、空間作り、はい、素晴らしい、その正解よ。そう、いや本当にそうだよ。結局でもそれができてない人が多いわけ。笑い事じゃないの皆さん。そう、あのね、好きというさか環境を作るという空間作りができてないから好きがわからないって方がいらっしゃるから、わかりやすくその好きの空間を作ってあげるっていうのが重要よね。どこ？お家だと。私はもう帰った瞬間がそうなんですよ。あ、じゃあもうお家自体がパワースポットになってる。もう入った瞬間、なるほどね、終わったっていうスイッチなんですよね。まあ、でも犬を飼ってるっていうのもあるかもしれないですね。あ、なるほどね、わかる。開けた瞬間、犬がおかえりおかえりってシャッフルって待ってくれてる時点でもう、あ、家だっていう。なるほどなるほど、あ、同じく。ワンちゃん飼ってるとやっぱり同じ気持ちね。そうですよね、うちもやっぱりワンコが寄ってくるとね、やっぱり心がふっと軽くなるので、ね、やっぱそれだけでストレス解消になるかも。だから家に好きなものをぜひ見つけていただきたいなと思います。なるほどね、わかりました、ありがとうございます。お肌とっても綺麗ですよね。スキンケアで気をつけていることがあれば知りたいです。スキンケア大好きです、はい、私、
あ、本当、はい、あ、じゃあ毎日必ず丁寧にやってる。毎日丁寧にやりますし、うんうん、あの、お肌を一番大事にしてるかもしれないですね、うん、いや実はそれはね、もう言われなくても分かります。今日ね、メイクをさせていただいた時にファンデーション実はほとんど塗ってないです。もう来た時からファンデーション塗ってるかもって思うぐらいですごい素肌が綺麗だったんですよ。嬉しいです。だから本当にそこはね、やっぱりちゃんと日頃のケアがちゃんとできているということと、もちろんね、心の持ちようだったりとか生活習慣がいいとかいろいろ相乗効果であると思うんですけど、そのスキンケアが大好きっていうのがちゃんとお肌に出てました。嬉しいです。10代お仕事始めた時は、うんうん、ソフトテニスをやってて、あ、真っ黒でニキビもすっごいあったんです。うっそ、そうなんです。本当、はい、その分、なるほどね、ちょっとスキンケアに対して思うのが早かったのかもしれない。なるほどね。だからあやちゃんももともと綺麗だったってわけじゃないってことでしょ。全然違います。だから努力の結果今があるってことね。そうですね。なるほどね。いや、すごいわよ。みんなちゃんと今の言葉聞いた？見てちょうど、このツヤのおったまありますでしょう。ほぼツヤツヤでしょ、肌。いや、これがね、物語ってるのが分かるわけ。皆さんね、モニター越しでね、分かりづらいかもしれないんですけど、私今日ね、全部見たんです。全てをね。でもその時ね、本当にね、って本当にこう初めね、やっぱスキンケアするときに拭き取っても本当にクリアなんですよ。やっぱ肌って嘘つかないんですよね。いやいやいや、そう。でも保湿をすっごいたっぷりしてます、うん、なるほどね、乾燥肌なので。なるほど。あとなんか自分の肌がどういう肌なのかをちゃんと知ることを大切にしてきております、うんうんうん、なるほどなるほど。その毎日、うんうん、あ、今日の肌はこうだなって言って、日によって違うじゃないですか。確かに。あと女性とかは周期によっても違うので、確かに、やっぱそれによってスキンケアを増やしたりだとか、うん、パックを増やしたりだとか。なるほどね。そういうのは心がけてはいます。じゃあ毎日の肌状況やその肌の変化によってスキンケアもちゃんと変えられてるということね。はい、スキンケアだったりちょっと美顔器を変えてみたりとか、うん、肌ってやっぱり本当にそうなんですよね。嬉しいです。あの、日々変化するものなのと、やっぱりこうね、周期だったりとかホルモンバランスによって肌の色だったりとか質感っていうのが変わってくるのでね。あと食べたものによっても変わってくるじゃない。変わりますね。だからやっぱ同じスキンケアを使い続けるっていうことももちろんだけれども、その日の肌のコンディションに合わせてそういったスキンケアも変えていくっていうのもすごい必要ってことよね。そうですね。肌のコンディションをキープするためには、いいものだけを使うとか、いいものをずっと使い続けるではなく、抜くことも必要だったりとか、それこそちゃんとね、入れ込んでいく時が必要だったりとか、はい、そのバランス、そのバランスの、あの、あ、そのバランスがうまくできているからこその安定感があるって話をするんですね。やっぱそれがちゃんとあやちゃんにはできてるってことね。すごいわ。じゃあ次行くわよ。はい、大政あやさん、はい、大好きです。すべて美しいですが、特にドレスアップした時の背中のラインが本当に綺麗だなと思っています。どのようなトレーニングしているのか気になるので教えていただけると嬉しいです。これは話しましたよね、はい、さっきね。いや、もうね、メイク中はね、その話で盛り上がったんですけども、はい、ね、もうピラティスが私はすごい大好きで、あとトレーニングがすごい好きなんですよね。なんか運動してないと落ち着かないというか、うん、分かる。あとはながらで結構、うん、あの、合間もやっちゃうというか、ね、今日ずっとやってるもんね。なんか癖なんですよ、ね。いや、なんかね、今日あの来た時からまずメイクルームのね、うん、あの、椅子に座った時から姿勢が正しかったので、ちょっと緊張されてるのかなと思ったんですけど、そういうわけはないですよ。逆に私が緊張してたから、あ、私も緊張、 あなたも緊張みたいな思ってたの。だけどそうじゃなくて、ずっと背筋が伸びていて、すごく綺麗に、ね、胸が開いていて、先ほどもね、ちょっと私たちランチしたの。そうで、そのランチしてる時にも本当に背筋がスーッと伸びていたので、ちゃんとだから、そのちゃんとピラティスをやったその体幹が日頃からもちゃんとキープできてるってことですね。そうですね。より自分で、あ、ピラティスやってるからこの体勢になってきたんだなっていう変化を感じられているかもしれない。なるほどね。あ、それでちょっと楽しくなったりとか、はい、あ、ちゃんとしなきゃっていう気持ちになったり。そう。もうだから最初とかは全然姿勢とかも良くなかったんですけど、うんうんうん、なんかここ何ヶ月かで、うんうん、あ、自分もなんか座ってる時の感じがすごい心地いいなって思うようになりました。なるほどね。足を組んだりとかこうやってしなくても、うん、なるほど、なんかこの普通の自然なやつが楽だなって感じるようになったのは、ね、ピラティスのおかげだなっていうのはすごい。私ね、まだその領域に行ってないんですよ。え、本当ですか。絶対こうやって崩れるので、気づくて、そう、こうなっちゃうからね。そうなのよ。だから私も本当に永遠のテーマなんですけれども、あの、やっぱりこう自分のね、目標とするとこはあやちゃんのその背筋スッとしたところ。だから今日私目標見つけちゃった。今日は私ね、あやちゃんの体になるっていうのが目標。そういや、
いやあなた目標はタダで掲げていいのよ、言うのはタダだからね。そうなのよ、目標はね高く掲げていいんですよ皆さん。高く持ちながらトレーニング頑張ってます。素晴らしい。あと1回で諦めないでほしいなって思う。わかる。最低何回？私は最低3ヶ月。あ、3ヶ月。あ、やっぱりこう聞いたっていう感覚がやっぱり3ヶ月ぐらいしてわかんないよね。わかんないですね。なんか本当に気持ちが合わなかったらもう1回でやめたらいいと思うんですけど、うんうん、なんか先生との相性は合うけどでもちょっと運動これ効くかどうかわかんないっていう時はもう信じて3ヶ月。なるほどね。っていうのを心がけて3ヶ月やって無理だったらもう私はスパッとやる。ああ、なるほど。あ、でも素晴らしい。私は3回なんですよ。あ、でも3の周期が一緒ですね。 3の周期かも、はい、3の次に本当に3週間3ヶ月っていう感じなんですけど、はい、私も3で言ってます。あ、本当。やっぱり3なのよ。結果3っていうことになりましたよね。なんかそうなんですよ、うん、ね、うん、やっぱりさ1回じゃ分かんないし2回でもなんか分かんない。で3回目でなんとなく見えてくるね。分かります分かる分かる分かる。トレーニングの方法で何かこう見つけた時にはやっぱ1回気になったものを3回試してみる。これがとても重要ってことで。3ヶ月だ、ごめんなさい。いや、でも3回でいいと思います、ね、私せっかちなの。せっかちだからね、あの3ヶ月、3回という3ということでございました。3でね、3周期で、はい、ありがとうございます。あら、続いて2人でサンニャーをやっていただきたいですということです。あ、いいんですか、やって。え、やってくださるの、はい、嬉しい。みんなやってくれるわよ。じゃあちょっ と, ょっと私があの、はいはい、ちょっとお見せしますので、じゃあみんないい、いつものあれ行くわよ、はいはい、いいかしら。さあいやー手の動きが早い。そうこうよ。そうそうそう。じゃあお願いしてよろしいでしょうか。じゃあせーので行きましょうか、はい、せーの、さあいやー。ありがとうございます。本来はね、この総業にはね、奇妙さが必要なんですよ。奇妙さが足りなかったんですよ。そうなのよ。ちょっともう一回いきますか、ね、もう一回やってください。奇妙さ。そう、だって女優でしょ、うん、はいはいはい、そうよ、女優でしょ、はい、だって、いくわよ、はい、せーの、そうよ。待って、笑っちゃいました。じゃあ次は、はい、あやちゃんの自分へのご褒美は何ですか。たくさんありますけれど、うん、やっぱりラーメン。ラーメンがご褒美。味噌ラーメン。そうなんだ、はい、それラーメン屋さんに行って食べるの。ラーメン屋さんに行って食べたいですし、うん、カップラーメンも本当大好きなんです。そうなんだ、はい、あ、じゃあご褒美はたまにいただくそういったラーメン、はい、カップラーメン、はい、でもなんかわかるかも。なんか贅沢だよね、逆に普段我慢してるから、はい、なるほどね。じゃあラーメン屋にも行きます。行きます。え、あやちゃんがラーメン屋にいるの。もちろん。すごいわよね、大政あやがラーメン屋でラーメンいただいている。すごいわよこれ。なかなかシュールだけど。本当、はい、いやでもね、実はね、私もね、ちょっといつも綺麗ぶってね、はい、健康ぶってるんですけれども、はいはいはい、実はラーメン好きなんですよ。え、そうなんですか。そう、でもやっぱりラーメンを食べるとどうしても私はね、やっぱり炭水化物によってちょっと顔のむくみとかが気になっちゃうので、やっぱり食べても年に1回か、逆に玄米麺にしたりとかして食べるんですけど。偉すぎる。そうなの。いやそっか、ご褒美がじゃあ本当にそういったラーメン、ね、ラーメンですね。なるほどね。ちなみに好きな食べ物はラーメン以外で。あ、でもお寿司も大好きです。わかります。お刺身大好きですね、うん、お刺身わかる。いいよね、美味しいものを食べに行くのが今は一番のご褒美かもしれないですね。あ、ミートゥー。いや本当に第一に食です。本当にそう、永遠にこの Vlog チャンネルでもほとんど食です。ほとんど食べてるとこばっかりね。そうなの。メイクチャンネルじゃないんですね。そう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 。なるほどね、はい、でもやっぱり食で満たされると心も満たされるから、はい、結局それがストレス解消になったりもしますよね。そうなんですよ ね、 なるほどね。であと楽しい人と一緒に食べに行って、うんうんうん、確かに確かに最高のご褒美です、うん、で結局シンプルじゃないそれって。本当にだって楽しい、うん、あ、楽しい人と美味しいご飯っていう本当に本能のままだもんね。幸せです。ね、え、ヒロさんはじゃあ、うん、そのお食事なんか節制してたりするじゃないですか、うんうん、ご褒美は何なんですか。私のご褒美はね、いやそれがね今出てこない。そうなのよ。いや私は正直言いますよ、はいはい、正直言うと私は今ねビューティーとして生きております、うん、いろんな、はい、その美しくなるためにはとかね、うん、そのお肌にいいものだったりとか、うん、心にいいものっていうのを取り入れたりするんですけれども、それはちゃんと自分の中で決め込んでいたりとか設定をしてるんですよ、はい、バランスを取るために。でも設定しないとバランスが取れないんですね。なので全部を解放して、さっき言ったけどもう何にも気にしない、もう何にも気にしないでお腹が空いたら食べる、寝たければ寝る、もうね何にも
も気にしないそういうスタイルっていうところが本当の人生のご褒美だなと思ってます。でもそのご褒美は50歳まで私は取っておこうと思って。わー、ストイックですね。でもね、そうしてる自分が好きなんだと思う、うん、でも解放することって今でもできるわけじゃない、はい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 、別に自分で自分のことを縛ってるだけだから、うんうん、でもそれをちゃんと解放しないで、うん、縛ってるっていうことは縛っていたいからなんだと思う、うん、今の自分が好きってことですよね、うん、そうだと思う、うん、縛ってそうやって追い込んでる自分を楽しんでるんだと思うね、うん、そうバランスですよね。だからそれがヒロさんのバランスですし、うんうんうん、なんかそれぞれ人によって違うってことですよね、うんうん、そうだね、うん、じゃあ次いきますね、うん、はい、あやちゃんの自分へのご褒美は何ですか？あ、これさっき言ったっけ？面白い。しかもさ、さ読み切るまでも気づかなかった。珍しい、ヒロさん。そんなこともあるんですね。あるある、はい、さあ、続けて、はい、バッグの中身でお気に入りのもの教えてください。バッグの中身、うん、バッグ見せてもらえるの？あ、全然いいんですけど、うん、見た見た。で、見たことなくない？バッグ、バッグの中身なかなかないですね。ないよね。私本当に何も入ってる。入ってるんですけど、うん、なんかてかバッグの色めちゃめちゃ素敵。あ、本当ですか、嬉しい。これバッグ見せて平気？みんな見たいでしょ。ね、これデルボーね。デルボーさん、うわ素敵。見てこれ何色っていうの？これは群青色。群青じゃなかった。失礼ぶっこきました。私メイキャップアーティストだけど色間違えちゃった。群青なんですかね。何色っていうの？ちょっとグレーに、ブルーグレーっぽい、ね、ブルーグレーっぽい。うわおしゃれ。好きなんですよねこういう色。私そうなんだ、うん、でもね今日来た時にそれも思った。バッグがデルボーでこの色ってなかなかハイセンスよ。私本当に何も入ってなくて。え、なになにこれ、何？あ、もう美顔器とか、その美顔器、あ、こちら検査、あと、小木と財布とティッシュしか入ってないですね。ちょっと、あ、本当にこれだけなんだ。はい、本当に何も入ってなくて。じゃあいつも結構シンプルで持ち歩いてる感じ。でも美容グッズはちゃんと入ってるんだね。それはもう常にほぐしてたいんで。なるほどね。あ、やっぱり潔い。いや実はですよ、これね、これはね正直言いますね、モデルさんの特徴が出てます。え、そう、本当プロのモデルってね荷物めちゃくちゃ少ないんですよ。え、本当ですか、うん、ちゃんとバッグは持ってくるんですけど、やっぱり小ぶりなの絶対に。あの大きいバッグ持ってこない。で小ぶりであって小ぶりの中にもほとんど入っていなくて、人によってはリップだけとかリップの財布だけとかいろいろね、あのスタイルによって違いますけれども、はい、あやちゃんの場合はお財布とティッシュとこのちょっとした美容グッズだけ。そうですね、やっぱりシンプルなのよ。いやでも皆さんに綺麗にしていただけるので私は、うん、いやそうじゃないと思う。安心感がやっぱりどっか、いや不安感がないのかも。ちゃんと自分に自信を持って生きてらっしゃるから。私なんて自分自信がないからいろんなもん持ってるわよ。もうあれやこれやった、髪にあった、顔に口、フラッションなんちゃらって。それは私やってもらえるんで。本当そうなんです。いやでもこれはねやっぱ性格出てると思いますよ、うん、潔さがちゃんとある。本当ですか、うん、一つ一つの持っているものにちゃんと意味があって被っていない、用途がちゃんと分かれている。確かにそうですね、うん、ちゃんと整理ができているっていうか、正しく生きてらっしゃる感じがする。なんか、うん、これはもう車の移動中にむくみを取ってくるやつで、うん、なるほどね、だからスタジオに着いてからは使わないんですよ、うん、なるほどなるほど。移動中のみ、移動中のみ。なるほど。これさ、水使わなくていいやつなの？これ水使います。だから、あ、使います。あ、なるほどね。水、化粧水をシュシュってやってやってるんですけど、なるほど。これはもう本当に暇な時にずっとやってます。なるほどね。EMS が出るやつ、ね、はい、EMS。さすが。私もこれ持ってる。ヤーマンのやつよ、はい。すごいわよ。ここでずっとやってるって。なるほどね。やっぱり首が重要？私ここがすごい好きなんですよ。このラインが。あ、なるほどね。このラインをほぐすのが好きで、ここがちょうど入るんですよ、ね。なるほど、なるほど、なるほど。こことかが。なるほどね。見て、すごい綺麗だと思わない？ここ。ここみんなね、ないのよ。ここがね、盛り上がっちゃって。そう、みんなないから。いや、すごい綺麗よ。ここをすごいずっとやってます。なるほどね。で、これが頭をほぐしたり。これ私、これを、ここの部分で、うん、うん、こうやってやるのが大好きなんですよ。あ、なるほどね。あ、逆にケンさんのとこ使わないで。使わないで。なるほど。これをここにして。おうおうおお。やっぱり首なんだ。はい。首とこの鎖骨の中のところのここの部分をずーっとほぐしてます。なるほど。あ、で、ジャシカに今日ずっとほぐしてた。そうなんです。癖なんです。スタジオでは手でやってたしね。そうなんです。私出すの
遅くて、うん、あ、ヒロさんメイクしてるしなと思って出せなくて今日そうなんですよ、途中から出した続いてありがとうございます。どうしたらポジティブマインドになれるか教えてください。でも私もずっとポジティブなわけじゃないんで、うん、ネガティブになることある？あ、気持ち下がるときもちろんあります。本当、うん、気持ちの下がり具合はどれぐらい？もうすごいもう家から出ないぐらいになっちゃうのか。あ、そこまで嫌なんで、そこないでしょ。だから仕事をオフにするとかはない？あ、ないです。絶対ないです。あ、ない。そこはない、ね、はい、なるほどね。でも、ね、中にはいらっしゃるんですよ。あ、仕事をやっぱり飛ばすぐらい落ち込んでしまう方もね。あ、そこまではなく、自分の心の中での整理がちゃんとできる。そう思うとポジティブな方かもしれないです、ね、なるほどね。場所を移動したら、うん、もう切り替えなきゃいけないっていう、なんかそういうのが多分若い時からあるから、うん、なるほどね。その分家帰った時に、うん、ズンって沈む時もあります。なるほどなるほど、うん、じゃあ落ち込む時とかネガティブになる時はもう一人でその日帰った後、うん、帰った後。なるほどね。寝て忘れます。なるほど。でもちゃんとそういう切り替えができるようなマインドでいるってことだよね、きっと。そうですね、うん、なんか人前で見せたくないっていう、うん、なんかちょっとプライドがあるのかもしれない。なるほどなるほど、うん、なるほどね。あ、そう、私が一個思ったのが責任感があるんだと思います。うん、もちろんね、あの仕事としてのキャリアが長いっていうことと、うん、いろんなね大人たちとね、仕事をされてきたっていうところから、うん、あやちゃんは、まあ、私今日初めましてですけれども、うん、モデルさんとか女優さんってやっぱりこうその世代よりもちょっとやっぱ大人の方がやっぱ多いなって印象なんですね。でやっぱり大人の方とやっぱり若いうちからお仕事していて、はい、でちゃんとその社会っていうことを知っている、はいはいはい、そんな中でその社会に順応しながらもきっとそこから学びを早く得られていて、その責任感があるからこそそのネガティブっていうところをちゃんと自分の中だけで解消できるようなスキル、それが多分ついてるのかなって思います。そうなんですかね。だからポジティブになろうと思って、うん、ポジティブにしてないかもしれない。なるほどね。なんかあ、いいことを言わなきゃとか、うん、なんかそういうことを考えてはいなくて、うん、その人に会った時にその人のパワーをもらって元気になってる、ね、うんうんうん、なるほどね。ポジティブな要素ってきっとそれこそほら会いたい友達と会って美味しいご飯を食べて、でピラティスをしてワンちゃんをめでて、はい、いろんな要素がきっとそこで多分ポジティブマインドの、ね、秘訣になってるかと思うので、ね、でもそれってさ気づかなくてもそれがさライフスタイルになってるからさ。そうですね。だからきっとそのポジティブになろうとする方法を知らないのかもしれない。うん、だからなんかポジティブマインドにならなきゃって思いすぎなくてもいいのかなって思っちゃいますね。なるほどね。なんかそれはね、なるほど、頑張ることになっちゃうんで。なるほどね。なんか自分のそのポジティブじゃないところも、うんうん、なんかあ、こういう自分もいるよねって、うん、なんか認めてあげる、認めてあげるっていうのもなんかすごい一つのあれなのかなって思いますね。なるほど。じゃあズンと落ちちゃった本当に悲しいことがあって、うんうん、うわ辛いっていう時の対処法とかってあったりする？切り替えみたいな。泣きます。泣く、なるほどね。もうなんか、うん、その普通に泣くとかじゃなくて、うん、もう悲しい映画をわざと見て、あ、鏡を見る。悲しい映画、あ、悲しい映画ね、なるほどね。悲しいドラマを見て、なるほど、すごい泣きます。解放するってことだじゃん。はい、なるほどね。もう周りを気にせず泣く、おえつぐらいする。もうあ、じゃあちゃんと声や涙も出して、もう鼻水とか、みたいなぐらいはね。なるほどね。私はそれすっごいスッキリします。へー、だからわざと映画館行って集中するとか。あー、なるほどね、はい、家だとちょっと集中できないから映画館に行って、はい、もう映画館では応援はできないですけど、私はする。私は全然できます。隣にいたら涙止まっちゃいますね。じゃあ、ね、私の話していい？私ね、最後に、おえつをした映画っていうのがですね、はい、家ではおえつは何回もしてるんですけど、はいはい、人前で、はいはい、もう関係なく声を出して映画館中にわめく声が響く、あれが、私の頭の中の消しゴム。あれはそう、あれを映画館で見てしまったんですよ。私ね、もう全部が出ちゃったの。もう声も涙も鼻水もよだれも心の声も全部出ちゃって、もう止まらないの、もうおえつが。もう周りも気にならないぐらい、まあ、周りも泣いてたっていうのもね、なんかあったんですけど、うわーって声で出して泣いちゃって、でもそれやっぱすっきりしたもんね。すっきりしますよ ね。でそれがやっぱり自分のネガティブになったりとか悲しい辛いことがあった時の対処法だったり。そうですね。なんか家にいると携帯を触っちゃうんで、うん、なるほどなるほど。もっとネガティブに持ってこうと思えばネガティブになっちゃうと思うんですよ。だからなんかやっぱり携帯とか触らない、人にも会わない、うんうんうん、ちょっと楽しい映画を見るでもいいですし、なるほどなるほど。なんかその空間に入って、なるほど、ちょっと頭の
意識を変えるというか、うん、でもなんか涙、なんか辛いのに涙出てこない時ってあるじゃないですか。わかる、そうなのよ、涙が出ない時ね。そうなんですよ、わかる。だからわざと泣かせる自分を。なるほどね。あ、それは自分の中で、はい、あ、さすが女優。それはね、さすがにこれはね、みんな真似できないと思う。これは女優の特権よ。そっか、そう、女優は泣けるわけ。そう、うん、私はギリギリ、あのエセ女優なんで。そうよ、ギリ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 、泣ける時と泣けない時がある。いやいや、まだまだ聞きたいこといっぱいあるけど、私も全然喋れます。本当、いや本当に今日のね、この今のこの臨場感、この空気感っていうところはこの Vlog でもねちゃんと見れると思うんですけど、バイラ12月号10月27日に発売しますので、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。大政彩ちゃんのバイラの最終号、卒業の、最後の締めになりますので、ぜひぜひみんなチェックしてください。じゃあ今日の動画良かったら絶対いいね、高評価押してよ。またね、またね、バイバーイ。バイバーイ。